7円50銭の貯蓄債券昭和19年6月発行貯蓄債券は、日本官僚銀行によって発行された債券である。別名、割増金付き戦時債券。品事変による軍備の補充及び、軍費の主弁のため、国民から資金を吸収する目的で発行された。臨時資金調整法第13条によって、日本官僚銀行が収入金が2億円になるまで、発行しうる。 貯蓄債権は無記名で、県面金額は20円以下とし、管銀の本支店、代理店及び郵便局から売り出す。発行の翌年から35年内に、毎年2回以上抽選をもって償還され、償還の場合は、売り出し価格の150倍以内の割増金が付与される。割増金は、市務大臣によって定められる価格によって、 国際証券をもって交付されることができる。このために割増金付貯蓄債券とも呼ばれる。貯蓄債券は割引または利子据え置きの方法によって売り出されるが割引金額及び利子部合は主務大臣によって定められる。貯蓄債券の所有者は元金または利子を要求しないと元金は15年間、利子は5年間で要求権を失う。 臨時資金調整法15条の規定に基づき、復興貯蓄債権法3条、5条、6条、7条1項、及び8条並びに、日本間行銀行法35条の2及び3、40条、及び42条の規定は、貯蓄債権に順用される。勧銀は、貯蓄債権の発行による、収入金を、大蔵省預金部資金局に預け入れなければならない。 預金部資金局が預け入れられた資金を持って交際を買い入れ、あるいはその他で運用することによって政府は軍備の補充及び軍備の支弁という目的が達せられる。臨時資金調整法は市な事変終了後1年内に廃止されるが貯蓄債権について規定された14条15条は廃止されない。第1回割増金付け割引貯蓄債権は 発行価格1000万円とし、1937年12月に発行され、大成功を収めた。また、日露戦争に際しても、貯蓄再建法によって、戦費の調達のために、日本官僚銀行から発行された。額面五円。発行翌年から20か年以内毎年1回以上、抽選で召喚。戦争終結翌年末日まで発行された。 ありがとうございます。